はい。皆さん、こんにちは。吉野直哉です。いつも YouTube、Facebook、アメブロ、そしてメルマガ見ていただいてありがとうございます。このね、シリーズですね、ちょっと喋りすぎちゃうんでタイマーかけておきます。はい。ですね、まずですね、億万長者になるためにですね、必要なものっていっぱいあると思うんですけど、まず、自分の限界、人間の限界ってのがあると思うんですね。物理的な限界っていうのがあると思いますので、それはですね、仕組みとかツールによって解決しようということで思っていて、で、まあ、いろんなことやってきたわけですね。で、まあ、簡単に言えばですね、まあ、前も動画で喋ったかもしれないんですけども、まあ、例えばですね、まあ、ある、レストランの一流シェフがいて、そのシェフが、一流の料理を作れると。でもその味をですね、作り方とかレシピをですね、他の人間が知らなければ、そのシェフが、病気をしたりとか、そのお店を辞めたりとかした状況になったらですね、そのお店の、クオリティが下がっていくわけですよね。で、そうではなくて、それをマニュアル化して、誰でも作れると。誰でもそのオペレーションレシピで同じサービスが提供できるという形にすればですね、そのお店としては、まあ、存続がですね、長く続く可能性が出てくるわけですよね。はい。あるいはですね、マニュアル化していけばですね、2店舗目、3店舗目とですね、どんどん広げていくことができる可能性もできるわけですし、で、そこから得られる、利益っていうのがあるわけですから、それを持ってるオーナーさんというのはですね、時間もできるし、ゆったりできるんじゃないかなと思いますけれどもね、そういう可能性が出てくるわけです。まあ、いろんな意味で、とにかく仕組みを作る、自動化するっていうのはすごくいいと思います。で、自動化っていう部分であればですね、ちょっと違うかもしれないんですけど、最近2つのものを買いました。1つはですね、電動歯ブラシですね。これはですね、43年間生きてきて初めて使いましたけども、ね、まあ、快適ですね。またそのうちレビューしますけど、これ電動歯ブラシの方が磨けんじゃないのと思いました。で、歯医者さんに質問しました。そしたら、ね、歯を磨きすぎてしまうのでっていう話だったんですが、まあ、それもですね、電動歯ブラシの会社もですね、考えられてるはずなんで、まあ、その歯のエナメル質ですよね、それを研磨しすぎないようなものっていうのをね、考えてるはずだと思います。オーラルBというのを買いました。で、それによってですね、使ってます。非常に快適ですし、時間が短縮できてると思います。実際に磨いてる時間は前と同じ、あるいは歯磨きが楽しんで、前以上の時間を歯磨きっていうことに対してですね、かけてるかもしれないんですけども、磨かれてる率みたいな感じですればですね、圧倒的にですね、今のオーラルBを使ってる、電動歯ブラシをね、使ってる方がいいのかなと思います。で、それもある種の自動化ですよね。完全な意味での自動化ですよね。で、もう一つですね。この部屋ですね。暖かいです、今ね。それはですね、石油ストーブを使ってるからですね。石油ストーブを使うとですね、そのタンクにですね、石油っていうか、灯油か、を補充しなきゃいけないですね。まあ、これも自動化の一つですよね、タイマーを。で、灯油を補充しなきゃいけない。それがですね、こういう、醤油ちょろちょろ、という正式名がありますけど、ポンプのやつありますよね。ピュッと。あれでですね、入れてたんですけど、やっぱめんどくさいですよね。めんどくさいけど、もうあれでもうね、十数年ね、やってきたんですけど、電池を、乾電池、単一化とかの電池を2個入れて使える電動のやつがありますよね。ポンプ。あれをね、買いました。はい。で、やってます。快適です。めんどくさいっていう意識がちょっと薄らぐことによって、それをやる。っていうことに行動が移るんで、いいかなと思いますし、自動的に止まります。ある程度ちょっと僕心配性なんで自分で止めちゃってますけどまあ自動的に止まるやつですね。これも自動化ですよ。だから自動化できて機械に頼れるんだったら、その頼っちゃえばいいんですよね。機械にもうどんどん、 iPhone もだいぶ使ってます。 iPad もいろいろ使ってます。もういろんなことをですね、自分なりに仕組み化して日々の生活の中に取り入れてます。はい。それはですね、自分の、やりたいことをスピードアップしていくというのが非常に大事なことです、ね。ということで、ちょっとこれで終わりたいと思います。では、またお会いしましょう。ありがとうございました。